笑いを一刀両断、切れ味抜群名刀漫才、菊一文字。一文字です。よろしくお願いしますね。頑張っていきましょう。サバス、ありがとうございます。いやテレビ収録ですからね、楽しんでいきたいんですけど、せっかくなんで掛け声とかやっときましょうかね。番組名が笑いの神様ですから、僕が途中まで言ったら、皆さんその続きを言ってくださいね。声出した方が盛り上がりますからね。どうしました？そうですよね、全然声出してないやつがいるじゃないかって話ですよね。近いな。どうしたの、聞いてた今俺が笑いの神様。うるさいな。おいおいじゃないよ、急に声を出すなよ。お前はお前が出せって言ったから。いや、まあ、そうだけど、急にここでバンってやった後に、あいって言われたからちょっとびっくりしただけでね。まあ驚きましたけどね。頑張っていきましょうね。最近はね、直接会って告白するっていうのがダサいらしいですよね。聞くとね、メールメッセージアプリで告白するのが当たり前だとか。驚きますよね。オーナーどう思う？あの皆さん、歌謡曲ってあるでしょ。あの初めてあの歌謡曲ってのを聞いた時、僕は水曜曲も木曜曲もあるのかって思ったんですけどね。続けて。なんで喋った今お前は。聞いて、俺今告白の話してたの。ああ、俺はね、もう告白は絶対手紙でするって決めてんの。あ、手紙、あ、まあ古風な感じでね、俺は好きだけどね。しかももう書いてきてるから。あ、もう書いてんの？ああ、そう。今日はそれ持ってきたから、うん、ちょっと読んでみて、うん、内容確認してもらっていい？あ、添削ってやつですね。ああ、いいよいいよ。茶封筒なんだね。うん、うん、え？マトリョーシカかな、ね、ちょっと、ね、早く出して。分かった、最後の一枚だ。分かった、分かった、ごめん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 、いっぱい入ってたからさ。じゃあいくぞ。はいはい、かしこ。終わっちゃったよ、ね、終わっちゃった。手紙終わりの分です。違う、かしこって名前なんだ。あ、名前なの、珍しいね。ごめんごめんごめん。いやでもさ、急すぎるからディアとかつけた方がいいんじゃない？ディア、うん、ゴスティーニ。なんでなんでディアで止めといて。ああ、うん、ディア・カシコへ、はいはい、こうやって手紙を出すのは照れくさいが、お前に伝えたいことがあり、筆とペンを取りました。どっちかでいいよ、どっちかでいい。なんで2種類引き用意しちゃったんだ。どうしても好きだと伝えたいんだが、なかなか口で好きだと伝えられないので、これを最後まで読んでくれたら俺が好きだという気持ちが伝わるかもしれない。めちゃくちゃ言ってる、好きだって。もうた多分伝わってんじゃないかな。お前に初めて会った時のことを今でもはっきり覚えています。第一声こう言ったよね。次は品川、品川、俺がじゃ右側です。いや、どういう状況それね。どんな出会い方したのそれ。その時俺は思ったんだ。あ、お出口は右側なのか。いや、そりゃそうだよ。そう言ってるからね。そして同時に俺の心に電撃が走ったんだ。あ、そういうロマンチックなセリフいいよ。電撃って言っても実際に落ちたわけではないだけですけどね。ケツ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 。そして俺は、今のは誰だ。分かりやすくゲスゲスゲスってゲスなキャラ出てきたけど。いや、もう一人の俺だよ。もう一人のお前とかいんのかよ。もう知らないからさ、そういうのさ。ここで言わせてくれ。実は、まあ、さっき出てたけどね、好きっていうのはね。俺はお前が好きなんだ。一枚ずつ書いてるの？ね、情熱変な方に行ってない？いや、その方が気持ちが伝わる。いや、そうかもしれないけど、何にも書いてないじゃない、これ本で。気持ちいい。手紙。なんパクパクしてんだよお前。なんパク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 してんの？恋かお前は。違う。そっちの恋じゃねえよ。魚の恋かっつってんだよ。パクパクパクでなんで恋ってなるんだよ。わけわかんないでしょ。読んで続く。ああ、はい、俺はお前のことを考えると眠れなくなる。ああ、いいね。それに心拍数も上がり、脈が打つのも速くなり、油汗をかきながらうなされて胸の痛みが激しくなる。病院に行こうね。違う病気の可能性があるからさ。好きだ、かしこ。
まあ、手紙としてはもう少し正確に。かしこ大好きだ、ね、まだ終わってなかったね。名前呼んだだけですよ、ね、かしこかしこ K-S-A-I-O かしこ。何の言い方なんだよ。ローマ字がぐちゃぐちゃになったよ今。K-S-A-I-O だと臭いよ、臭い、なんか臭いよ、臭いよってなっちゃってたから今。何人のこと臭い人にしてんだよ。かしこはこう書くんだよ。嘘でしょ。 KSAIO お前は何も分かってない。ごめんごめん、読んでじゃあ。いくぞ、はい、I love you。 あ、直接的だね、うん、いいですね。 I miss you。 3 points you。 3点入った、なんか3点入ったよ、何かの得点が。令和2年2月9日大野、終わっちゃったよね。 PS4。なんで最後 PS4 っつったの。手紙どうだった。いや全然ダメだったよ、伝わない、落ちたよ。伝わってないよ。だから振られたんだな。あ、もう出してたのかよお前。これ出したやつが帰ってきたやつ。いやもう添削の意味もういいよ。ほんと振られてかわいそうで。もう一人の王の出てこなくていいんだよ、もういいよ。ありがとうございました。